はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日はリクエスト企画、最強の R カードランキング。数々生まれてきたね R カードの中でも特にね、まがまがしい方の最強ですね。そっちのオーラを放っているカードたちについてトップ今回は20発表していきたいと思います。これUR ランキングと SR ランキングはトップ10だったんですけども、なんで R がトップ20かっていうと、そう R カードはぶっ壊れカードが多すぎる。つまりトップ10に収まりきらなかった、20枚でも収まりきらんぐらい強いカードが多かったんで、 R はあまりにもやばいってことですね。全部 R カードに一応目を通してきまして、マジで問題児多いんで、今回は前編と後編に動画分かれます。今回はトップ20からトップ11までの発表とし、トップ10は後編で発表したいと思ってますんで、お楽しみください最後まで。これは私の独断と偏見によるランキングなので、ご了承いただければなというふうに思っております。ランクインしているカードやばすぎて終始煽り口調となる予定でございますので、それが嫌な人は今すぐにブラウザーバックするんだ。それでは行きましょう。第20位、グレイドルドラゴン。皆さんはこの気持ち悪いエイリアンご存知でしょうか？ご存知でない方も多いでしょう。このグレイドルドラゴン、なんと R というレアリティでありながら相手のカードを最低2枚破壊できるというぶっ壊れ仕様、シンクロ素材にした数まで相手の場のカードを、割ることができるっていう、そういう効果ですね。強すぎか。さらに破壊されて墓地に行くと墓地から水属性を蘇生するという盤面維持能力も持ち合わせているという効果強すぎるだろ。1番2番どっちも最強でですね、なんと唯一の欠点であるチューナーに水属チューナーを指定しているという点、これがそう問題ないんだ。サメの領域っていうぶっ壊れスキルがあればな、サメの領域で雑に場にチューナーを出してレベルを44に合わせればもうグレイドルドラゴンが出せるというぶっ壊れギミックはリンクス特有の最強戦術と言っていいでしょう。第19位、クーガ団の H ウィズ。クーガ団というデッキテーマは皆さんご存知でしょうか？今や誰も使っていませんが、2017年の環境においてはクーガ団一強と言われていた時代もあったほどでございました。局所ビートドンパダイナグッドグッドグッドというセリフを皆さんは聞いたことがありますでしょうか？局所を打って脳死でワンキルしてくるデッキっていうのはクーガ団が最初だったんじゃないかなと記憶しております。その中でもこのウィズというモンスターは一線を画す存在で先行制圧能力を持っておりました。一ターンに一度手札のクーガ団カードをコストにすることによって魔法トラップカードを止めるという効果、さらに守備力2800という高い壁としての肉壁としての性能、若干呼吸とすみさえ感じますね。この効果が非常に強く、当時先行ウィズを突破するにはドンパを使わなければならないと言われており、クーガ団ミラーが頻発しておりました。ランク戦10戦やったら8戦クーガ団みたいなことも珍しくなく、要はまさに大クーガ団時代でございましたね。第18位、ビジョンヒーローバイオン。これやってること R の性能じゃなくない？これどう考えても規制前提で R にしたでしょ。召喚特殊召喚で、まあ、ヒーローを墓地に送れるっていう効果と、さらに、自分の墓地のヒーローを除外すると融合をサーチできるっていう点、さらになんとファリスからインクリース経由して転換もできるという、どんだけ強い。 OCG ではとりあえずバイオンさえ出せれば、バイオンさえ引ければだいたいどんな手札からでもやべえ盤面が出来上がります。リンクスだったら許されるとでも思ったんでしょうか？今すぐにあなたはねエレメンタルヒーローフォレストマンに全力で土下座してください。焼き土下座してください。第17位、沈黙の剣。圧倒的ワンキルカード。このカードはまさにリンクスの黒歴史と言っていいでしょう。デュエルスタンバイサイレントソードマンワンキル、通称スタンバイ最初で、要は圧倒的ワンキル環境に突入します。高校取れないやつが悪い、そんなカードでした。クリボールさえも貫通してくるこの沈黙の剣というカード、やばいのは発売されたサイレントソードマンのストラクチャーに入っていたこのカードが一瞬にしてリミット2に指定されたことからも分かりますね。いや3箱買った俺たちの気持ち考えたことあんのかお前ら。あるわけねえか、愚問だったわ。第16位、ハリムシの巣窟。単体ではそこまで強くないように思えるこのカード、あるテーマと組み合わせるとそう圧倒的最強カードに早変わり、そうそれが知らぬいライトロードなどの墓地アドテーマです。
知らぬいという墓地新規のテーマは特にこのカード1枚でバックアドバンテージを稼ぐことができました。墓地は第2の手札とはよく言ったもので、このカードで妖刀、知らぬい、宮塚さ、まあ、演歌の態度あたりみたいな犯罪墓地小屋しを繰り広げられることも珍しくなく、このカード1枚の落ち方次第でゲームが決まってしまうこともザラにありました。芝刈りが禁止カードであることからも墓地効果が今のリンクスでどれだけ強いかが伺えますね。芝刈りしてから張り無視する、そんな犯罪行為が許されていた時代があったなんて恐ろしい。第15位、リンネのパーシアス。不快、本当に不快。手札にコストは要求されるものの、相手のカードを何でも無効にして自分はモンスターを出せるという意味不明に強いカードです。カウンター罠っていうのは大体嫌われる傾向にあると個人的には思ってるんですけども、これもその典型例でございます。皆さんはリンネデスベという地獄みたいなデッキをご存知でしょうか。リンネのパーシアスで相手を妨害し、自分はカップオブエースで引いてきたカウンター罠やデスプラードをコストに無限にリンネを打つという、まあ、およそ人間とは思えない行為。僕はこのデッキ使われるのが本当に大嫌いでした。まあ、使うのは好きなんですけどね。第14位、神の摂理。はい、カウンター罠連続ランクインです。おめでとうございます。圧倒的不快カード、神の摂理。相手の発動したカードと同じ種類のカードをすれば何でも無効にできるというこのカード。このカードのいけないところは聖眼ストラクに入っていて、無課金過去美課金聖眼という圧倒的シェア率トップのデッキに採用率がものすごく高すぎるということでした。要するにですね、ランク戦あたりであればめちゃくちゃいっぱい飛んでくるということです。先行設立セットされるとこっちは初動が圧倒的に制限されます。今モンスター効果を使わずに展開するデッキ少ないですよね。設立で太鼓を捨てて聖眼出すとかやってること大犯罪ですからね。あれ捕まってないだけのただの重犯罪者だと僕は思っています。リンクス警察仕事しろ。第13位、アマゾネスの吸収。そんな簡単に除外すんな。不快、本当に不快。アマゾネスモンスターと戦闘を行ったモンスターは除外される。いやふざけんなし、対象取れし、対象取んないのもふざけんなし、しかもターン1制限ついてないのおかしいだろ。ターン1制限つき忘れてますよ、コナミさん。パワー回路というのはまさにこういうカードのことを言いますね。しかもバトルフェーズ中にアマゾネスを出すっていうおまけ効果と、破壊されたら墓地から蘇生するとかいうおまけ効果もついてあります。効果多すぎなんだよ、欲張りハッピーセットやめろ。第12位、新六部衆エニシ。バウンスはやめて、本当に本当にバウンスやめて。墓地の六部衆2体をコストにモンスター何でもバウンスするマン。2019年の世界大会に小林選手が決勝戦で決めた支援エニシ、キザンは今でも鮮明に覚えている方もいらっしゃるでしょう。対戦相手のアレス選手が何もせずにターンエンドしていたのはこの盤面に対する唯一の抵抗だったのではないでしょうか。道場結束からの支援エニシキザン、巡る相手は死ぬ。第11位、小銃武者グローブ。うぜえ、ひたすらにうぜえ。殴ってみたらグローブでした。うぜえ、うぜえ。相手の直接攻撃に墓地から除外することによってデッキトップをドローし、ドローしたのが機械族なら相手の攻撃力が永続的にゼロになると。次の開始のターンで忍び足にグレートウォールをつけてアタック。対戦ありがとうございました、グッドグッドグッドと。グローブセットエンドでも十分強いとかどうなっとんねん。自分ネクロバレーいいっすか。はい、というわけで前編は以上でございます。前編だけでこんだけ犯罪者が並んでるってやばくないっすか。僕はランキングを作りながら吐き気がしたのでトイレに書き込みました。次回はいよいよトップ10です。お楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。